中はこんな風になっていたんだ。意外と広いんだね。はい、意外に広いんですよね。よし、先輩を小屋に連れ込んだぞ。ここで先輩とキス。こら。え、急に黙ったらちょっと怖いじゃない。すみません、嬉しくて。え、その二人っきりになれて。もうまたそういうことを言うんだから。つい。まあいいわ。じゃあ早速。唇はダメよ。そんな。子犬ちゃんみたいな目で見てもダメです。唇以外ね。唇以外。それともやめる？やめません。わかってる、冗談よ。それでどこにするの？どこって。期待してるわよ。え、君ならではっていう面白いところがいいな。僕ならでは。え、ありきたりだと気が変わっちゃうかもね。早くしないと昼休み終わっちゃうよ。膝の裏。え？膝の裏でお願いします。膝の裏。さすが立花君ね、その考えはなかったわ。どうですかね。膝の裏か。ねえ、どうして膝の裏なの？ほら、犬がじゃれてよく舐めたりするじゃないですか。そうね。どうして犬が膝の裏を舐めるのか、犬の立場になればわかるかもしれないって。なるほど、確かに興味深いわね。僕も昔から不思議だったんです。でも膝の裏か。ほら、ちょうど子犬っぽい僕ですし。え？さっき先輩も子犬みたいな目って。そっか、そうよね。いいよ。ありがとうございます。じゃあ膝の裏を出さないといけないわね。そうですね。これでいい？はい、バッチリです。いつでもどうぞ。じゃあ行きます。そっちは違うでしょ。ワンワン、お座り。そこから先はまだ通行止めなんだから。はあ、すごかった。まったく、すっごくくすぐったかったんだからね。すみません。それでどうだったの？あ、最高でした。すべすべで。違うわよ、ワンちゃんの気持ちわかった？もう途中から忘れてたでしょ。違います。そのまだうまく言葉にできなくて。しょうがないな。うまくまとまったらちゃんと報告します。本当？じゃあ待ってるね。そろそろ戻りましょう。お昼食べ損ねちゃうわ。はい。